化チャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、昨日の朝ですね、なんだろう、耳鳴りがし始めたんですよ。どっちかの耳がですね、鳴るんですけど、昨日は両方の耳で起きまして、と思いながら、でも仕事に行く前だったのでゴミを捨てて行こうと思ったんですけど、耳鳴りが続いてたので、この間から使ってますこのバケタン、これをですねやってみたんです。まあその時の映像がありますのでご覧ください。すっげー耳鳴りしてる。ずっと耳鳴りしてるよ。これ使うか。何やってスタート。赤で光ったぞ。赤で鳴ってる。うわピコピコ言ってる。マジ？住んでるとこがダメなの？マジか。赤で鳴ったね。うち心霊スポットだったってこと？うわ。はい、どうだったでしょうか。冗談でもですね、赤色で光っちゃうと焦るじゃないですか。このバケタンがですね、定期的に光るんですけど、今朝もですね、変わらない時間ぐらいに光り出しまして、赤で。赤で光ったんですよ。ってなりました。呪われてるんじゃないかなと思います。最近、そういうところばっかりに行ってるので、どっかでお祓いに行きたいと思います。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかって、来い！